ソニーショップ聖和の店長片山。2024年も CP プラス参加のためパシフィコ横浜にやってきました。岡山から横浜まで朝一の新幹線でやってきました。店長は初日の2月22日参加させていただきました。天気は雨、結構寒かったです。メーカーさんから VIP パスをいただいて入場させていただきました。最初に向かうのはソニーのブースです。見てください、会場広いんですけど、カメラメーカーさんの中で一番大きいブースを構えています。ソニーすごい。到着しました。ブースの顔になるところに象徴展示ということで、今発売中のカメラ、シネマカメラ、レンズ、アクセサリーが一覧で展示しています。ついにこんなに増えたんですよね。ショップ店員として感慨深いものがあります。 CP プラスに合わせて FE レンズの発表がありました。まずこの説明を聞きに行きました。 FE24-50mm、F2.8G レンズです。 24mm から 50mm、 一番使いやすい焦点距離だと思います。大口径の F2.8、 明るいレンズなんですよね。レンズを伸ばしてない時が 50mm、 伸ばして 24mm になります。通常のレンズとは逆になってるんですよね。ちょっと慣れが必要だと思います。今現在発売中の FE24-70F2.8GM2G マスターの一番グレードの高いレンズになります。価格が30万と非常に高いです。それに比べると FE24-50F2.8G は18万です。 50mm から 70mm っていうところはないんですけど、少しでも安く大口径のレンズを使いたい方にはおすすめです。クリックのオンオフ、絞りリング、ズームリング、フォーカスリングになっています。レンズフードは花形です。次はこのレンズを使った撮影体験コーナーに行ってきました。カメラは α7-4 スタンダードカメラに FE24-50F2.8G 撮影体験をしてみました。焦点距離は 50mm F2.8、 どうでしょうか。ボケも綺麗だと思います。F4F5.6F8F11、 焦点距離は 24mmF2.8、 開放です。 F4F5.6F8F11、 最短撮影距離は 24mm 側で 19cm、 50mm 側で 30cm、 結構寄れるレンズだなと思いました。オートフォーカスをマニュアル設定にしてると、さらに1センチ最短撮影距離が短くなります。最大撮影倍率は 0.3、 使いやすいですね。これインフォメーションコーナーでプレゼントの受け渡しをいつもやってるんですね。行ってみました。ツイッターフォローで FE7200GM2 のキーホルダーをいただきました。インスタをフォローすることでリサ取り下ろしのオリジナルスマホ神々をダウンロードしました。望遠レンズの撮影コーナーに行きました。ここで体験するのは、カメラは α9-3 で、レンズは単焦点の 300mm、 これを体験してみました。このレンズはね、今納期が遅くなってる人気のレンズです。会場ちょっと離れてたところで BMX
まあ、自転車に乗ったパフォーマンスをされてたんで、この方を撮影しました。やっぱり高いだけあってね、すごい綺麗に撮れます。タイヤ結構くるくる回ってるんですけど、本当にピタッと止まって写すことができました。ソニーのカメラの取り組みコーナーに行ってみました。ソニーって人工衛星を上げてるんですよね。スタースフィア、ソニーのプロジェクトだそうです。高度 500km 付近で地球の周りをぐるぐる周回してるそうです。その人工衛星に地上から、まあ、指令を出すことで写真撮ることができるんですよね。ふーんと思って説明聞いてたんですけど、写真を撮るとね、むちゃくちゃ綺麗に写ってるんですよね。期間限定で体験者を募集してますんで、ちょっとリンク先概要欄にまた貼っておきますんで、興味のある方見てください。1月に発表したポータブルデータトランスミッター、これの体験もできるコーナーもありました。これなかなか面白いんですよね。店長片山、ソニーストア大阪にて取材をしております。この動画もね、後日アップする予定なんで楽しみにしておいてください。クリエイターズクラウド、カメラとスマートフォン、タブレットをつないで写真や動画の撮影、編集、配信をサポートするアプリです。ソニーの純正アプリを使うとさらにね、親和性があるんで操作がしやすいんですよね。説明聞いて本当素晴らしいことができるんですよね。突き詰めて使おうと思ったらお金を払うね、有料版っていうのもあるんですけど、ほぼほぼ無料で使っていただけると思います。私勉強して YouTube で動画をアップしていこうかなと思っておりますんで、楽しみにしておいてくださいね。ソニーブースでソニーショップの方とお会いしました。店長ミーハーなんですけど、一緒に写真を撮ってもらいました。東京にあるソニーショップ、山賀電機さんの山賀さんです。いつもね、勉強熱心なんですよね。商品知識もめちゃめちゃあります。神奈川県横浜市にある中村電機さんです。カメラのことに非常に詳しいんですよね。いつも私も勉強させてもらってます。テックスタッフの佐藤さん、東京でもね、有名なソニーショップの店員の方です。もうこの方にね、ソニー商品のことを聞いたら、もう私なんかよりもね、もうむちゃくちゃよく知ってます。最後、コール徳島の野田店長、ごめんなさい、一緒に撮影したんですけど、うまいこと撮影できてなかったです、すいません。四国徳島のソニーショップといったらね、もう超有名なコール徳島さん、お話の面白い方なんですよね。お近くの方はぜひ遊びに行ってみてください。全国にはね、各県に有名なソニーショップさんあります。ソニーの商品のことでね、何か聞きたいなと思われた時には、お近くのソニーショップ探されてみてはどうでしょうか。この動画の概要欄のところにもね、リンク先を掲載しておきます。今回もね、大満足のソニーブースでした。2024年もね、カメラレンズの新商品出てくると思うんですけど、発表されましたら YouTube の動画で説明していきます。もちろん私、岡山でソニーショップをやっております。そのカメラの話をしたいよねっていう方もね、遊びに来てくださいね。でよければソニーのカメラレンズ当店で購入してください。全国の方はこの YouTube の動画の概要欄に必ずソニーストアのリンク先貼り付けておきますんで、そこから購入の方よろしくお願いいたします。